よろしくお願いします。はい、昨シーズンはですね、どんぶりとあとカリモチョですね。昔セイヤがやったあのいちごのやつあったじゃないですか。はい、いちごシェイク。ちょっとこれのいちごシェイクじゃないですか。はい、僕あれ試合前にずっと飲んでて、本当ですか。あれのなんか違うバージョン作りたいなって思ったんですけど、はいはいはい、あれを例えばみかん系にするとか、いちごじゃなくて、いちごじゃなくて、どうかなと思ったんですけど、今年もよろしくお願いします。お願いします。今日あの三つほどご用意してます。シンプル、はい、いただきます。はい、ぜひお願いします。ブドウですね。はい、ブドウですね。真ん中がブラッドオレンジになります。はい。え、マンゴーですね。はい、マンゴーになります。ブドウですかね。あ、ブドウがお好みですか。はい、もうちょっとブドウ感出してもいいのかなって思いました。なるほど。これ入れてみたいと思います。あ、入れすぎた。そうですね、はい、はい、あのブドウな感じが出たんで、はい、もうちょっと濃くていいかなって思いました。もうちょっと濃くても、はい、はい、なるほど。ちょっと最初に飲んでいただいたやつより、ベースのブドウの、まあ、ベースとなるシロップがちょっと多めになってる。濃くていいですかね。もっと濃くて、はい、ちょっと一旦もうちょっと入れてみます。ちょっと一旦お預かりしていいですか。もうちょっとちょっとこう混ぜていただきながら、はい、はいはい、あ、すいません。はい、大丈夫です。はい、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと色変わるぐらいまでいいかもしれないです。はい、もう少しじゃあ濃い色にちょっとなるように調整して、はい、トッピングいかがしましょうか。いや、もうシンプルで、シンプルにもうシェイクのみで、はい、よろしいですか。はい、なるほど。堂林選手のプロデュースメニューが完成。堂林選手が大好物だったという鈴木誠也選手のいちごシェイクからインスピレーションを得た一品です。ブドウ感たっぷりの濃厚なシェイクは一度飲めばハマっちゃうこと間違いなしです。ブドウが好きっていうのもあって、あの一番ピンときた部分もあります。はい、間違いなく美味しいのでぜひ買ってください。お願いします。ブドウの甘さ広がる堂林のブドウシェイクは6月13日からマツダスタジアム飲食売店コイドルチェで販売開始です。